こんばんは、藤本博史です、前回のラジオ動画、第200回目の動画にいただいたコメントを読んでいきたいと思います。港430さん、ありがとうございます。ラジオ動画、第200回おめでとうございます。最近はまとまった時間が取れず、見れてない感想動画、ラジオ動画もありますが、200回を突破できたのは私もすごく嬉しいです。そこで藤本さんに質問ですが、プリキュア5やマホプリの続編などでプリキュア界隈がすごく盛り上がっているそうですが、藤本さんはこの続編決定の2作の他にも、もしこのシリーズの続編が仮にあったら楽しみ見てみたいというのはありますか？語彙力のない質問ですいませんとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、改めましてになるんですけども、前回ね、ラジオ動画第200回目を迎えることができまして、これも一重にね、皆さんからのコメントを絶えずいただいているおかげです。本当にありがとうございますという感じなんですけども、まあありがたいことで今回で201回目ということなんですけども、そうですね。盛り上がってるのはラジオ動画だけではなく、というかまあ、ラジオ動画以上に、プリキュア界隈がものすごく今盛り上がってるわけなんですけど、その理由の一つに、続編っていうのが今決定してるんですよね。その、この秋、今年の秋から、そのプリキュア5の続編を NHK でやるっていうのがもう決まっていて、キービジュアルなんかももう発表されて、で、来年の、いつかはまだちゃんと決まってないんですけど、魔法使いプリキュアの続編を、まあ深夜枠でやるということで、もう大層盛り上がってるわけなんですけど、まあ言ってしまえばこの2作品は歴代プリキュアの中でも、まあまあ、特にネームバリューが強い人気作なわけなので、まあこれがね、選ばれるのは、この2作品が選ばれるのは、まあ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 、そういうことだよなって思うんですけど、ただプリキュア全部名作なので、もう全部続編が見たいっていうのは正直なところなんですけど、ただこの港430さんのおっしゃってる質問に答えるのであれば、自分が見てみたいっていう続編で言うと、まあ、好きな作品で言うとゴープリンセスプリキュアとかになっちゃうんだけど、ただゴープリンセスプリキュアってすごい綺麗な終わり方もしてるから、まあだからこそちょっと続編見てみたいっていうのもあるんだけど、でも続編を見てみたいっていう意味で考えるのであれば、やっぱこう続編の匂わせをして終わっちゃった作品があるんですよ。ハートキャッチプリキュアなんですけど、ハートキャッチプリキュアって最終回の一番最後に、あ、こうやって続くのかなみたいな感じの終わり方をしてるんですよ。なんか続編があるような匂わせをしてるような、そういう終わり方をしたので、なんかそこから繋げていったらすごくハートキャッチプリキュア続編があったら面白いなぁと思うし、あとはなんだろうなぁ、ちょっとこういろんな要素が盛りだくさんすぎてもっと見たかったなっていう意味だとハグットプリキュアとかにもなるんだけど、でもハグットプリキュアもなぁ、続編が作られるとしたらすごくシリアスな感じになりそうな予感がして、それはそれでちょっと怖いなって思ったりもするし、まあでも単純に続編気になるっていうのはハートキャッチプリキュアとかになるのかな、やっぱり。あとはドキドキプリキュアかな。ドキドキプリキュアって、まあ、敵をまあ、やっつけて、めでたしめでたしっていう感じにはなったんですけど、その、異世界があるんですけど、現実世界とまた別にね、プリキュアあるあるですけど、異世界っていうのがあるんですけど、その異世界の、復興みたいなことをしてる最中だったんですよ、最終回って。で、しかもプリキュアメンバーの中の一人が異世界人っていうこともあって、いろいろ尽力してるっていうような描写もあったりしたので、ちょっとね、ドキドキプリキュアの続編なんかもあったら面白いなと思うし。まあでもそういう復興とか、そういうなんだろう、その異世界とのつながりとかで考えると、フレッシュプリキュアとかもまさにそうだし、全部かな。考え出したら切りないや。もう全部っていう感じになっちゃうかな。まあでも何にせよでも5と魔法使いプリキュアの続編がね、本当に楽しみだなと自分は思います。っていう感じかな。はい、ということで、港430さんありがとうございましたということで、今回も始めていきましょう。第201回目のラジオ動画ですね、始めていきましょう。
改めまして藤本博史です。この動画、このラジオ動画、このラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達という存在に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。プリキュアっていう番組はそもそも小さな女の子、男の子のために本来あるべき番組なんですけども、それにハマってしまった大人、通称大きなお友達と呼ばれる存在の我々はですね、なかなか肩身が狭いというのは現状でございます。まあ当たり前なんですけどね。なのでそんなせめて大きなお友達界隈に向けてこのラジオ動画を作っております。皆さんからの意見を募りまして、それを自分が紹介していく、また自分自身藤本博史の意見もたくさん喋っていこう、そんな感じのラジオ動画になっております。ということで、はい、ありがたいことで、まあ先ほども言った通り、今回で201回目ということで、本当にありがとうございますという感じなんですけども、前回ですね、コメントすいません、200回目ということで本当にたくさんいただきまして、本当に皆さんありがとうございます。すべてはね紹介できないんですけども、いくつか抜粋して今回も読んでいきたいなと思っておりますということで、箱数さんですかね、ありがとうございます。遅ればせながら200回おめでとうございます。記念に初コメ失礼いたします。さて、今年10月の大人プリキュアに向けて、イエスプリキュア5が毎日1話ずつ公開されていますが、藤本さんはご覧になっていますか？私は当時日朝キッズタイムを、毎週心待ちにしていたので、懐かしい思い出に浸りながら拝見しています。最近で言うと23話の小町ちゃんのシーンが不気味だったことを当時からよく覚えていたのですが、今は見方が変わって蝶の飾りを壊していがみ合う冒頭のシーンが絶妙にリアルで一番怖いと感じます。藤本さんには年齢を重ねて見方が大きく変わったシーンや話はありますか？ですね、なんて読むんだっけ、冗長かな、冗長な文を失礼いたしました。藤本さんは最近環境が大きく変わったようで、お体に気をつけて頑張ってくださいと、コメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、ご丁寧な文章、痛み入りますということなんですけども、はい、まあ先ほどのお話の続きになるんですけども、まあプリキュア5の続きやるよということで、今プリキュアね、東映の公式 YouTube チャンネルでプリキュア5のアニメが、毎日上がっているわけなんですけど、自分ちょっと全部は終えてないんですよね。実はちょっといろいろ忙しくて気になったやつは時間作ってみるようにしてるんですけど、でもプリキュア5いいですよね。改めて自分もちょっと改めてこう、全てではないんですけど、こう見るようになって、プリキュア5やっぱ面白いよなって思いながら見てますね。で、あと声優さん今見るとめちゃくちゃ豪華だなって思いますね。当時はね、声優さんの情報なんか全く知らなかったわけだから、今見るとめちゃくちゃ豪華じゃんって思いながら見てますね。まあ当時キュアレモネードの声優さんなんかは新人だったっていう話は有名ですけど、今となっちゃもうね、すごい声優さんですから、そう思うとプリキュア5の声優さんすごいなと思いながら、毎日、まあちょいちょい見てますけど、まあそんな中で、ですね、23話ですよね。この箱数さんもおっしゃってる通り、プリキュア5といえば23話、24話あたりなんじゃないかっていうことは結構言われるんですけど、まあいわゆるトラウマ回っていうすごい怖い演出が多かった回でもあり、でもその分それを跳ねのけるプリキュアっていう演出が凄まじくて感動できるっていうことですごく有名な回。プリキュア5のみならず、もうプリキュア全体で通してもすごく有名な回ではあるんですけど、まあ、ね、あの回はすごいですよね。本当になんか伝説になってる回だなと思うんですけども、まあ当時見てた時と今見てる時で感じ方が違うっていうのはそうですね、自分もそう思います。でその中で、藤本さんには年齢を重ねて見方が大きく変わったシーンや話はありますかということなんですけど、なんだろうな、見方が変わったお話か、なんだろうな、プリキュアで言うのであれば、それこそまた有名な話になって申し訳ないんですけど、初代2人はプリキュアの8話、まあ、めちゃくちゃ有名な話ですけど、ブラックとホワイト、渚田ほのかが喧嘩するっていう回があるんですけど、当時自分見てた頃は中学生とか、小学校高学年か中学生ぐらいの当時に2人はプリキュアって始まったんですけど、だから、当時で言うと、なんかこう自分その誰かが言い合ってたり喧嘩したりするのってアニメであってもめちゃくちゃ自分見るの嫌なタイプなんですよメンタルが弱いゆえに、誰かがいがみ合ったり言い合ってるのを見るのも嫌なんですよ自分って。だから
当時はすごくちょっと嫌な気持ちで見てたし、だからこそ仲直りするところはすごく嬉しいなって思ったりもしたんですけど、今改めて見るとやっぱりこう1話から7話までの布石があっての8話なわけですよ。なんかそういうところを含めて見るとプリキュアって今ももちろん広がるスカイプリキュアもそうですけど、当時からやっぱりそう積み重ねていくその伏線というか布石というか、そういうものが当時は気づけなかったけど今見るとあるんだよなと思って、なんか改めて、まあこれはプリキュアに限らずいろんなアニメ、いろんな作品、映画でもそうですけど、ドラマでもそうですけど、いろんなものにそういうものは見られると思うんですけど、なんかこう子供に向けて作っているっていうアニメだけど、なんか今見ると、あ、大人が見ても楽しめるそういう作品構成になってるんだなと思って、こう二重に感動できる話ではあったりしますね。うん、なんかちょっと感じ方が変わるっていうよりは見方が変わったっていう感じなのかな。うん、広がるスカイプリキュアなんかもまさにそうですよね。多分今広がるスカイプリキュアをリアルタイムで見てる小さい子供たちは多分そんなに毎週毎週伏線なんか気にして見れてるわけなくて、毎週毎週は可愛いプリキュア、かっこいいプリキュアが出てきて戦ってカバトンやっつけた、やったーって見てると思うんですけど、まあいずれね、例えばその今小さい子供たちが、まあ例えば高校生とか大学生とか社会人になって広がるスカイプリキュアを見直すことがあったとしたら、広がるスカイプリキュア伏線張りすごいですもんね。伏線張りっていうか、そういう布石を残していくのがすげえなと思って、その1話完結で伏線回収するんじゃなくて、2話前のあの描写こっちに繋がってるよねみたいなのがあったりするから、なんかね、今このヒロプリをリアルタイムで見てる世代はすごく羨ましいなと思ったりしますね。うん。うん。まあでも自分も当時2人はプリキュア見てたからね、なんかこう、いい世代だったなとは思うんですけど。っていう感じですかね。まあプリキュア5でも面白いよな。プリキュア5なるべく見よう。ちょっとね、大人プリキュア始まる前までにはちょっとちゃんとね、 D アニメストアなりでなんかちょっとまた見直したいなとは思ってるんですよね。うん、はい、という感じでですね、箱和さんありがとうございました。ということで、では次のコメント読んでいきたいと思います。春雨副部長さんですかね、ありがとうございます。藤本さんはじめまして、ラジオ200回おめでとうございます。動画は感想動画で拝見させていただいていますが、ラジオ動画では初コメです。私はプリキュア5世代でプリキュアと一緒に育ってきました。マホプリからスタプリまで少し離れていて、ヒープリを見始めてトロプリで再熱し、デパプリでまた離れ、今またヒロプリで再熱しているところです。そして今年はオールスターズや大人プリキュアが楽しみですね。何気にアゲハさんと同い年で夢も同じなので、自分もプリキュアになる夢をまだまだ捨てたもんじゃないと思います。藤本さんの感想動画を見て、見ていないプリキュアにも興味が湧いています。さて、今年はオマージュが何かと多い作品ですが、私もカバトンさんが憎めないキャラなので、スマプリのウルフルンたちみたいに妖精落ちで最終的にソラちゃんたちと仲良くできたらいいなと思います。初めてなので張り切ってしまいました。長文申し訳ないです。これからもお体に気をつけながら頑張ってください。読んでいただけたら嬉しいです、とコメントいただきました。ありがとうございます。はい、早口で紹介失礼いたしました。プリキュア5世代ということで、そうですね、じゃあ今年は楽しいでしょうね。ちっちゃい頃に見てたアニメが復活、しかもねえ、テレビアニメになるのはすごく嬉しいなと思うんですけども、まあそんな中でですね、アゲハさんと同い年、そして夢が同じということで、まあ保育士さん、幼稚園児、幼稚園児じゃねえよ幼稚園の先生、保育士さんって言えばいいのかな、を目指してるということなんですけども、大変ですよね。なんか子供の相手するなんてもう身も蓋もないこと言っちゃったけど、いや本当にその仕事に就く方本当にすごいなと自分は思います。なんでこんなこと言うかっていうと、自分、まあ母親がいるんですけど、自分実は母親が幼稚園の先生やってるんですよ。まあちょっと正社員っていう感じではないんですけど、そのなんだろう、またちょっと職種は違うんだけど、まあ大きな括りで見ると幼稚園関係の仕事を母親がしてるんですよ。だからそう、子供の世話をするというか、子供のに関する仕事をする人ってすごいなぁと小さい頃から自分は見ていたので、自分は絶対できないと見るたび思うので、本当にすごいことだと、尊い仕事だと思います。ぜひなれるように本当に夢を追いかけていただきたいなと思うんですけども、でアゲハさんもすげえなと思うんですけど、
まあそんな中でまあヒロプリの話ですね。カバトンさんが憎めないキャラなのでということなんですけど、そうなんですよ。今日じゃないや、この間の11話でカバトンさんがまあ退場し、そんなフラグ立っちゃったじゃないですか。いや、退場しないでほしいなぁと思うんですよね。ただヒロプリの今までのこう1話から11話の感じを見る感じ、そこまでシリアスになりきらないんじゃないかなとは思うんだけど、ただいやでも今までのプリキュアなんかをこう考えると、いきなりガッとシリアスになっちゃうパターンもあったりするから、どうだろうなぁ。カバトンさん退場フラグも全然ありえるんだよなぁ。いやでも退場しないでほしいなぁと思うんですよね、本当に。一度退場していいから復活してくんねえかな、無理かな。それこそこの春雨副部長さんがおっしゃってる通りなんですけど、スマイルプリキュアの敵幹部みたいな感じで、実は妖精さんポジでしたみたいな感じで、こうちゃんちゃんみたいな感じで出てきてくれても全然いいんですよ。それぐらい自分がカバトンさんが好きなキャラクターに今なっちゃってるので、本当にカバトンさんって最近のプリキュアにはもう本当トント見なくなった典型的な小悪党をやってくれてるキャラなので、ああいうキャラって実は最近のプリキュアであんまりいなかったですよね。今まあ昔って言ったらなんかちょっと言葉選びが悪いかもしれないけど、それこそプリキュア5とかね、その典型的な悪役でもちょっと憎めない小悪党みたいな感じの、そういうキャラクターがたくさんいたんだけど、なんかねえ、ちょっと憎めないからカバトンさんいなくならないでほしいなとは思うけど、どうだろうな、なんとも言えないラインに今カバトンさんは立っている気がします。ちょっとね、来週の12話ですね、ソラちゃん、まあ、スカイと一騎打ちになるっぽいんだけど、ちょっとでもコミカル色強めな予告でもあったんですよね。ちょっとトンチキな回になる可能性も大いにあるんだけど、でもその予想を裏切ってシリアスになっていく可能性もあっちゃったりするからいやどうなるんだろうな、カバトンさん生き残ってほしいなと思いますね。どんな感じになるのかわかんないですけど、カバトンさん生き残ってくれという感じで、コメントありがとうございました。春雨副部長さんありがとうございました。はい、ということで次のコメント読んでいきたいと思います。宇宙さんですかね、ありがとうございます。藤本さんこんばんはです。今更ですがヒロプリオープニングの最後の方のシーンで、ソラちゃんが大きなリュックを背負って歩いている後ろ姿、最終回でソラちゃんがみんなの元から離れて世界中の困っている人たちを助けに行きますと言って旅に出そうですね。そう考えると、寂しくなってきちゃいます。藤本さんはソラちゃんたちメインメンバーで、最終回でラスボスを倒してからどうなると思いますか。また最終回でのラスボスとの決着は和解なのか決別となるのかどうなると思いますか。初コメ失礼いたしました。これからも動画投稿頑張ってくださいとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということなんですけども、そうなんですよね。こう異世界人のプリキュアが出てくるとどうしても最終回で別れっていうのがつきものになってしまってる現状があるわけなんですけどねえ寂しいよな。やっぱさ、みんなずっと仲良くなっててほしい、別れないでほしい、そのままでいてほしいって願うのはもうファンみんなそうだと思うんですけど、でもやっぱりこう現状維持を続けるっていうのはプリキュアらしくないっていうのもすごく自分はわかるんですよ。プリキュアだったらやっぱり未来に向かって、自分の夢に向かって、悲しい別れがあってもまた会えるよねって未来に向かって一歩進んでいくっていうのがプリキュアらしいなと自分は思うので、やっぱりね、別れはつきものになってしまうんだけど、ソラちゃんな、なんならね、翼くんもそうだし、マシロちゃんは今クォーターだからどういうポジションになるんだろうな最終的には。まあどちらかというとスカイランドに行くことはないのかなとは思うけど、ソラちゃんな、でもソラちゃんってやっぱりヒーローになりたいっていうのがあるから、やっぱずっとマシロちゃんたちと仲良くするっていうのはヒーローなのかっていう疑問が湧いてあるところはあるので、まあどっか旅に出たりしちゃうのかなーなんて思ったり
しますよね、本当に。そうなんですよ、この宇宙さんもおっしゃってる通り、オープニングでその最後のカット、あのソラちゃんがその異世界っていうかスカイランドにいた頃の服装に戻って、こう微笑むような感じ、後ろ姿で、で終わっていくんですよね。あれがまあちょっとね、まあ演出として捉えるのであれば全然問題ないんだけど、エモい演出だなって思うけど、でもあれを深読みするのであれば、ああいう別れがあるんだよっても考えられるので、ちょっとね、ソラちゃんねえ、でもヒーローになるのであればね、ずっと幸せに過ごす、現状維持をするっていうのはヒーローらしくないなって思っちゃうので、怖いな、ソラちゃんもそうだし、マシロちゃん、まあマシロちゃんはでもこれから多分自分の夢を見つけていく感じになるのかな、マシロちゃんの個人会は、個人的な意見ですけど、って思ったりもするし、まあ翼くんとアゲハさんはどうなるんだろうな、まだちょっとキャラクター性が完全に理解できてないところがあるので、なんとも読めないところはあるけど、まあ翼くんは空飛ぶ夢があるからね、どうなるんだろうね、なんとも言えんうん、であとまあラスボスね、まあ、ラスボスの影もまだ見えてすらいない、まああのあれかな、あの謎の女性の声の人なのかなとは思うけど、ちょっとね、ラスボスとの決着、和解が決別かっていうのは結構自分来週にかかってると思うんですよ。カバトンさんどう扱うかでちょっとそこら辺かかってくるのかなって思ってるんで、いやヒロプリ本当にこうめちゃくちゃ面白いんだけど、同時に怖い要素もたくさんあって、いやどうなっていくんだろうな、怖いな怖いなと思っています。どうなるんだろうな、マジでわからん、面白いはい、ということで、すいません、宇宙さんありがとうございました。ということで、最後のコメント読みたいと思います。このコメントをちょっと読みたいなと思っていました。おつおまないさん、ありがとうございます。お久しぶりのコメントですね。藤本ひろしさん、こんばんは。アンチコメントについての話題がありましたが、前回ですね、アンチコメっていうのをもらっちゃったよ、っていう話をしたんですけども、アンチコメについての話題がありましたが、個人的にネット上の罵り合いのほとんどはプロレスなのではないかと思っています。多くの方は2ちゃんのレス場のような感じで喧嘩ごっこを楽しんでいるのではないでしょうか。私も少し前は画面からはみ出るくらいの長文アンチ DM を送られることもザラでしたが、それがだんだん気持ちよくなってきて、当時は批判を快感に感じていました。お互い批判的な引用されることで自分のツイートが拡散されるというメリットもあり、対立しているようでみんな関係だったりもします。もっともそれに巻き込まれたくない場合は、藤本博史さんのようにミュートブロック等で回避するのが一番賢いと思います、とコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、いやーちょっとこれはね、コメントしづれーなーと思いながら、でもちょっとコメントしていいなーと思って紹介させていただいたんですけども、まあちょっとね、今これに関して一番最初に言えることは、誰が悪いとか誰を責めたいとかそういう意図は自分全くなくて、あの各自自由にやってくれという感じで自分は考えている人間というのを前提に喋るんですけど、まあこれに関してはな、プロレスでやってる人ももちろんいると思うんですよ、ネット上のこういうのって。ただ本当にこう、なんて言うんだろう、本心って言ったらあれだな、なんかこうこれちょっとどっちも悪いって言ったらそれもまた違うんだよな、このなんて言うんだろうな難しいな、ね、みんな楽しくやれればいいのになと思うんですけどね、本当になんかこう、やっぱでもこれツイッターっていうこう閉鎖的ではない空間でやってるからそうなっちゃうんだろうなと思うんですけどね、本当にミュートとかブロックで嫌なものが見えたらそういうことをするのが一番いいんだけど、なんか一言言いたくなっちゃうのも
すげえ自分わかるんですよ。すいませんね、ちょっと今何喋ってるか多分わかってない方もいると思うんですけど、詳しく説明するとまたちょっとめんどくさいので、聞き流してください、わかんない方は。ツイッターのね、いざこざがあるわけですよ。それに対してそれはダメだよって意見する人もいれば、それを楽しんでる人もいるからどうなんだろうねっていう話なんですけど、どうなんだろうな。でも自分はこのコメントにはあまり賛同できないなぁとは思うんですよ。なんかこうプロレスになって、それがこうお互いがこう結果として楽しむような形になるからいいんだなっていう意見も全くわからないわけではないんだけど、でも個人的にはやっぱりとは思うけど、でもそれはあくまで自分の個人の意見になってしまうから、それはそれを楽しんでる人にとってはこの自分の意見は理解されないことだと思うし、でこうやってね、食い違う意見を言い合うくらいなのであれば、ミュートとかブロックするのが一番いいなと自分を思うし、自分はむしろというか、自分はそれをやってる側の人間なんだけど、なんかこう意見し合うぐらいだったらもう情報をシャットアウトした方が自分はいいねって思ってる人間なので、自分はそうしてますけど、でもそれだと収まらない人間もいるんだよなっていうのもわかるし、でもこう何言ってもこう正解じゃない気がするな、難しいなとは思うんだけど、ただね、なんかこう気持ちよくないなっていうのはわかるんだよな、わかるんだけど、でもそれはあくまで独りよがりな意見であって、むずいなと思うんですけど、でも自分ありがたいことにチャンネル登録者数が今2万人ぐらいいて、こうやってラジオ動画なり感想動画で喋ったことは、感想動画で言うと大体1万人ぐらいの方に見ていただいて、感想動画で言うと大体2000人から3000人の方に聞いていただいてるなという実感があるんですけど、なんかこう喋ってるので、こう自分がいつもこう気をつけてることは、なんかどうしてもやっぱり自分の意見なので、全ては個人の意見になってしまうので、なんかこう思想というか考えに偏りが出てしまうのはしょうがないことだなと思うんだけど、でもなんかこう難しいけど、角が立たないようにっていうとなんかまた違う気もするけど、誰も傷つけないように一応喋るようにはしてるんですけど、無理だけどね、そんなことは。誰かがなんかこうどんだけこう考えて喋っても、もしかしたら誰かにとってはチクチクした言葉になってしまうんだろうなって思いながら毎週喋ってますけど、なるべくなら誰も傷つかないような喋り方をしたいなとは心がけてるんですよ。まあ無理だけど、そんなことは無理なんだけど、だからね、難しいなとは思うんですけど、みんなもそうあってほしいなって思うことがこれはダメだし、みんながこうやって誰も傷つかないようなことを喋ってほしいなと自分は思うけど、でもそれが自分自身独りよがりなことだしね、みんな好きにやっていいなとは思うんだけど、いやでもな、気持ちよくないなって思っちゃうのもわかる。でもそこで喧嘩ふっかけに行くのは違うなって思うし、じゃあやっぱり情報シャットアウトするしかないじゃんっていう結論に自分はなっちゃうんですよね。いつもこうやって堂々巡りをして結局そうなるよなって思って、インターネットダチ的なものを一部しなきゃいけないのかなって思う。むずいなむずいなと思いながら、こういうことは考えております。まあ何がとは言わんけど、好きにやっていただいて構わないとは思うんですけど、誰も傷つかないような方向に持ってってくれたら自分はいいなと個人的には思います。でもこれは自分の独りよがりな意見であって、従うことはしなくていいとは思うけど、自分は、まあ、個人的に言うのであれば、あんまり好ましくないなと思う今日この頃。
でもこれは自分の独りよがりな意見っていう感じかな。いやーちょっと、いやでもこういうことを考えてることがまずなんかくだらないなって思っちゃうところもあるんだよな。なんかこうそんなこと考えるぐらいだったらインターネットやめろって思っちゃうから。はい、まあなんかこうモヤモヤしたらプリキュアを見て癒されよう、うん、ということで、つおまないさんありがとうございました。はい、ということで、ではでは今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。前回のラジオ動画本当に皆さんコメントたくさんありがとうございました。すべて目を通させていただきました。本当に皆さんありがとうございます。ハートマークつけさせていただいております。今後もねコメント欄残してコメント残していただければ本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということで、ではでは今回はそんな感じで終わっていきたいと思うんですけども、最近のプリキュア事情で言うと、まあなんといってもヒロプリがめちゃくちゃ面白いですね。本当にもう翼くん、キュアウィンが出てきて、あのアゲハさんが出てきて本当に盛り上がってきたなと思う中で、やっぱりでもソラちゃんとマシロちゃんは二人はプリキュアっていう、そういうこう確立したポジションを揺るがないっていうのもすごくいいなと思うし、なんかすごくヒロプリ面白いなと思いながら毎週楽しんでおります。ということで、では今回はそんな感じで終わりたいと思います。このラジオ動画はですね、毎週木曜日夜8時、20時に投稿してるんですけども、収録録音してるのは、3日前かなの月曜日が最近は多いので、できれば月曜日までにコメント残していただければ、紹介できる確率、コメント紹介できる確率アップするのかなと思いますので、よろしくお願い申し上げます。ということで、ではでは終わりたいと思います。ヒロプリは面白いですね。本当に毎週楽しんでおります。ということで、また来週、ラジオ動画でお会いしましょう。今回の動画のお相手は藤本博史でした。ではでは。